どうもどうも、東京どうも、今日は9月、あ、ごめんなさい、12月29日。あーもう、来年ですよ。来年何年かな、ネズミですか、ちょっとわからないですけど、もう26回目やってます、この番組ね。今日はシャンソンの日ですよね。シャンソン、シャンソンって何ですか、三輪さんが歌ってるんですか、ちょっとわかんないですけど、ほら、新春シャンソン歌手、新春シャンソン賞、みたいな。新春シャンソン歌手、新春シャンソン賞。新春歌手、新春賞。言ってください。無理です。今日ゲスト、高井さんです。ありがとうございます。はい、高井彩子さんですね。はい、よろしくお願いします。新春歌手、新春シャンソン賞、言ってください。書いていいですかね。ね。嫌だよね。嫌だね。嫌だね。言えないんだよね。ションション言っちゃう、ションション、うん。そんなパンダみたいに言われてもね。そうそうそう。もうね、そんな感じで、もうね、今日、今月だからもう終わりですよ、今日で。あら、早いですね。今月の最後の週でございます。もう来年ですよ、来年。いや、本当にありがとうございました。5本目ですからね、もう。まあ、今オープニングなんですけれども、なんつう話をしてるんでしょう、まあ、とりあえず、ありがとうございます。もうね、長かったですよね。どうですか。もうね、どうしようかと思ったよね。ね、私、こんな質問があったよね。こんなラジオに出たの初めてですよ。ね、どうしよう、どうしよう、怒ってないかな、みんな。いや、もうね、うん、黒歴史なんじゃないかなあんまり人に言っちゃいけないのかもしれない聞いちゃダメ、ね、本当面白いな、面白い番組だな、これ、ね、他にないぜ、こういう番組ないよ、ね、本当さ結構年齢いった人にさ、下着の色とか聞く普通、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、結構年齢いった人って誰のことですかいや、行っても行かなくても聞いちゃいけないんですよ、師走の最中にちょっとディスられるラジオって何いやゲストに来てディスられるって。違う、これツッコミだから。リスナーの皆さん、後でちょっと殴ってもいいでしょうかね。いや、引っ叩いてやる。若い子にさ、聞くならわかるけどみたいな。後で殴ります。なんかさ、グラビアアイドルみたいなことさ、ならわかりますけど、ちゃんとした大人の人にそういうこと聞く普通。モラハラなのかな。ね、いけないですよね。モラハラか、そういうことなんだ、知らなかったな、すいませんね、もう本当に、皆さんね、怒んないでくださいね、ではライブハウスでランチ、池袋のライブハウスカノープスでは平日限定でランチができちゃうんです。大分県産の食材を使った豊富なランチメニューはどれも絶品。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩6分、カノープスでいつもと違ったランチをお楽しみください。はい、というわけでありがとうございます。素敵な CM でしたね。もうですね、とりあえず俺はほっとしています。ツイッターの方でね、質問くださったね、レイナさん、カズナさん、DJ スギーさん、そして朝尾さんか、はるかさん、たちあきさん、ジャガーさん、たかみーさん、ザッツケンさん、ありがとうございます。ちゃんと質問ぶつけたぜということで、もう本当ね、俺ツイッターで口約束しちゃったから、絶対聞くねってことで、聞いてやりますみたいなね。まあ他にもいたんですけど、中にはもう川野田さん の、 あの個人的な質問みたいなのちょっと混ざってたんで、まあ後から聞ける人は聞いてください。ということで、なんかもうほら最後なんで、なんか言いたいこととかないですか。大丈夫ですか、言いそびれたこととか。まだ時間あるんで。何言いそびれたことって。なんかほら、あ、これ言っとかなきゃいけなかったんだよなみたいな、前回とか、まあ今までの週の初めから
12月のだから着いた着いたじゃねえの。なんでいやね、カンさんね、うん、言いたいことも何もずっと私こんなの初めてっていうラジオに出ちゃってね何こんなにもこんなの初めてって、私普段もっと真面目に生きてるんです、これね、本当ね、びっくりしちゃうよね、びっくりしちゃったよね、ね、こんなの出ちゃってね、もう今噛んだしね、もうアーカイブとかね、聞けるタイミングあれば聞いてみてください。いろいろ楽しいな、俺は楽しかったんだけどな、どうかな。もう大変、ね、この番組でゲスト、なんか先週がね、ほら芸人さんでしょ、うん、でまあまあ本当だから、こういう番組に、ね、出るゲストの方じゃないんだから、これハワイアサイコンシェルジュですよ、いじる人じゃないんですから本当はね。なのにね、いじられちゃってね、いじりすぎよ、黒くなるわよね、今 ね、こんなんでしょ、そういうことをね、何言うとほら困るでしょ、リアクションがね、後で訴えようと思います本当ね、もうなんかほらあります、大丈夫ですか、なんか俺言いそびれたやつとかさ、ほらあーやっぱ言っときゃよかったなみたいなね、ね、本当にね、うん、皆さんも徳島から私今日来てるんですけど、そうなんですよ、8時間かけてね、ね、どれだけ遠い田舎から来てるのか、うん、ええ、それでね、何カップですかとか聞かれるんですよ、ね、8時間かけて来て、8時間かけてセクハラされに来たようなもんですよ、ね、すいませんね、本当にもう皆さんも本当ですよなのでね、はい、皆さん私がこんなひどい目に遭いながら頑張ってきた理由は一つね、徳島野菜を食べてください皆さん、はい、そうですね、ね、あとほら常日頃ほぼ毎日のようにね、はい、ライブ配信のねポコちゃんの方ではもう配信で、まあ、そういうのもねお話ししてますもんね、そうですね、うん、ちょっとごめんなさい、はい、変な感じの宣伝みたいな感じになってますけど、まあまあ俺もやってますけどね、もうその辺はもう、なんだっけ、ほら言っていいんですかね、キスケさんで、あ、いいですよ、うん、大丈夫です、キスケでポコちゃんでけ、うん、検索して、中にはね、そちらからね、質問してくださった方もいるのかな、そうですね、今日、うん、今回ね、うん、うん、そうそうそう、またね、次回またこれに来れずに、もし来てくださることがあればね、考えるよね、考えちゃうよね、でもね、これね、このやられっぱなしの感じでね、うんうん、私ももうこれで終わりっていうのはちょっと悔しいよね、悔しいんでね、いつかボコボコにしてやろうと思うんでね、ね、うん、鬱陶しいよね、川野がぶん殴っちゃうぞみたいな、殴ってやろうかな殴ってやろうかなってさ、なんだっけ、西田ひかるの曲ありましたもん ね、そうそうそう、次来た時は殴りますんで、はい、ね、ほんと困ったもんですよ、もうなのでまた来ます、反省会です、反省会、大反省会ですよ、まあほんとそういう感じで、まあとりあえずいろいろね活動してらっしゃると、あとなんだっけ、そう、あれも聞かなきゃいけないなと思って、そうほらなんかほらどれですか、今さ資格とか取る人も多いじゃないですか、資格取ったりする人だから、ほら、はい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 、なんだっけ、野菜ソムリエ、ですね、まあ、それはそれぞれの協会の方に、うん、問い合わせていただきたいと、はいはいはい、実はね、私忙しくなりすぎまして、はいはいはい、公認の方に実はもうお任せしてるんですね、これ、そうなんですね、うん、そっかそっか、じゃあその協会のところを調べると、まあそういう資格を取れたりすると、そうですね、本当にね、私自身も資格を取って人生が変わった一人なので、はいはいはい、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください、新しい扉が開きます、そうですよ、資格取るとさ、うん、こういうラジオに出たりするんだぜ、すごいぜ、下着の色はとか聞かれるんだぜ、公開で、やばいぜ、そんなこと聞かれてるのは多分私ぐらいやと思いますけどね、うん、まあ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 ね、でもそんなことを聞かれるたびに私この資格取ったわけじゃないんだよって大きな声で言っときますね、うん、でもね、ほらやっぱりね、毎日絶対食べなきゃいけないから、いろいろ知ってると、そう、ね、資格がどうこうとかさ、ね、お仕事がどうこうよりも、まあまあまあ実際食べるものでね、そういうのもありますもんね、なんか知識があった方がね、やっぱりそう、うん、
そう、その知識を一緒に食べるっていうことが美味しいにつながりますんでね。ほうほうほう、うん、知らないより知って食べるからこそ美味しいっていうこともあるので、はいはいはい、ぜひその辺をやってみてください。私とにかくあの徳島野菜を広めたいと思って行ってますんで、はい、徳島野菜だけじゃなくて徳島四国ですよ皆さん。そう、ね、四国だって四国、うん、四国でどっか分かります。四国って4つあるんでしょ。4つあるんですよ。徳島、香川、愛媛、高知、うん、ね、その中で電車が唯一離れた。ドカベン香川ですか。あ、そうそう、ドカベン香川、あのね、今おときめくあれですよ、出てけえへんわこれおばちゃんから何の話何の話ですか。ドカベン香川紅白に出たあれですよ、うん、何彼ですよ、今流行ってるじゃないですか。何パプリカパプリカって言って歌ってるでしょ。あそこの出身地ですよ。あ、米津玄師さんね。そう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 、ヨネちゃん、ヨネちゃん、ヨネちゃんの出身地ですよ、うん、アンジェラアキちゃんとかね、ね、あとモノマネしようと思ったら、うん、ね、出てくるじゃないですか、バンドエイジ卵コマーシャルです。ライブハウスでランチ、池袋のライブハウスカノープスでは平日限定でランチができちゃうんです。大分県産の食材を使った豊富なランチメニューはどれも絶品。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩6分、カノープスでいつもと違ったランチをお楽しみください。もうちょっとちゃんとしたい。もうちょっとちゃんとしたい。もうエンディングですよ。入ってますよ、もう。もう、かわちゃん後で首絞めるもん。私、こんなダルダル初めて。はい、ありがとうございます。もう本当だ、これ本当の最後のエンディングだから。はい、どうぞお願いします。宣伝。本当しといてください。もう始まってるわ。もうやってますよ。もう20秒経ってるよ、もう。考えられない。ですね、徳島野菜食べれるお店。はい、紹介しますよ。今度はなんと新宿です。ですね、新宿、新宿、新宿、ほら間違ったじゃん、中。いや、俺、何も言ってないから。銀座、ほらもう川野さん全部悪いです。俺何も言ってないから今。銀座、銀座です、銀座です。銀座の食と脳の交流って言って、エクセレントローカル、エクセレントローカル銀座で調べてください。はい、こちらの方でですね、高井セレクトのお野菜及び徳島県のうまいもん大集合で1週間、やります。徳島フェアを開催いたしますので、ぜひ皆さんお問い合わせください。はい、エクセレントローカルです。銀座の方なんでね、どっちかというと近いのはね、新橋駅から徒歩3分です。はいはい、銀座の母さんって占い師の方いらっしゃるじゃないですか。あそこの隣です。おほほ、うん、そうなんですね。なので、そちらに行っていただくと、なんと食べれます。はいはいはい。公式、アカウントとするとですね、Facebook、うん、食と脳の交流、エクセレントローカル銀座。はいはい。で、検索していただくと Facebook 出てきますんで、そこに詳しい内容が上がってますんで、うん、ぜひそれで行ってください。はい。はい。ラジオを聞いてきましたって言うと、多分、何かいいことがあります。いいですね、うん、いいことがある、うん、素敵な言葉ですね、うん、はい、まあ、何もないかもしれませんけど、うん、きっと美味しいものが食べれます、うん、よかった、それはいいことですね1週間やりますんでね、はい、ぜひ行っていてください、はい、銀座ですか。そうです、銀座です、はい、座銀です、座銀、座銀ですよ、座銀、うん、座銀で徳島座銀ホームランかぶせられた何言いました今。何も言ってない、うん、大丈夫。なんか言ってました今、うん、何言ってない、言ってない、言ってない。銀ちゃんが何とかって言ってましたね。銀ちゃんの、ですね、うん、エクセレントローカルの電話番号は、うん、ほうほう、036280-6320 です。もう一度言いますよ。エクセレントローカル銀座電話番号、036280-6320 です。はい、ありがとうございます。電話してください。いたずら電話はやめてくださいね。あと電話番号は間違えちゃダメだぞということで、めちゃめちゃ、ね、何にも意味はないです、うん、誰のモノマネでも今のはないですねはい、というわけで、今月も以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。